よいよ新たな戦いが始まる。かっこいい犬はここね、見せてね。かっこいいとこ見せてあげる。さあどんどん行きましょう。アカネ同キャラ戦、もしかしてこのアカネはリンフォースさん。最近はアクアパッツァやる気ぜ。リンフォースさん闇のあるかな。アクアパッツァばかり触っていても攻撃覇者、その実力は折り紙付き。ここはソニック立ち絵からユコボしっかりとダメージを取っていく。花投げ、ふう、壊し風払い中断。あれ攻撃覇者2連覇、はい、そうですね、次の呼び出してます。新竜タオルさん、レストさん、ヤブロック、失礼しました。生命さん、煽るだけならただなので、どんどん煽っていきましょう。ニビ、ソニック、中断。さん、しゃがみ体育、鼻投げ、ソニック、C 兄弟空いてるんで、C 兄弟空いてる。ここは無理やり触っていく。C 兄弟空いてる。闇解除。しかし、ここで、リンフォースタンのコンボが入る。言霊貯めていく。生命さん、生命さん、ここで生命さん、もう空いてるから。マルヒット C 兄弟、もう空いてる。最終ラウンド先手捕まえてダメージ取るのはリンフォースタン。2度目のタッチ。はい、次の呼び出しさん、うまく拾って、近藤さん、大道寺プロさん、大さん、当たり目さん、プロは今実況中なんだよね。マルティヒット、ブレイクダウン。ゲームオーバー。じゃあ俺試合の時やる？うん、実況みんなでやろうよ。あの実況やりたい人いたらもうどんどん言ってきていいですよ。あのマイク2つあるんでね。せっかくダービーさんとかも実況の勧めって書いてたからね、みんな実況やっていいのよ。誰でもいいですよ。あの雇用はね、かなり自由な店なんで。うん、まあ実況はね、とりあえず触った、外れた、死んだって言えればなんとかなんで。さあハートが触ってコンボ決めて叩き落とす、超飛決めてダメージを稼ぐ、 EF キャンセルからめくってアッパー叩き落とす、間も出してリボンビブタッチ、昇竜昇竜昇竜、やりたいだけ昇竜、これがもみじ。はい、次呼び出します。ジャンプへ当たって、はい、行きさラウンド取るのはもみじハート。ほんのし、あ、ともよりか。ジャンビン、ジャンイーヒットから1の3、はい、イキさん、ペルナさん、トキビトさん、ハッサン、素材ジャンエ、ゴシガードしてアッパーはアドバでよっかわして、竜巻ジャンエヒットしっかり確認している。ジャンエーシー、昇竜から落としてゴシジャンイヒット、ペチペチとゴール落とす、中断昇竜、ここでカス当たり、ジャンイジャンペーと昇竜拳、この男の昇竜強すぎる。しかし取り返していく。1対1結構いい勝負している。ジャンエ、この A が強い。さあ裏剣よし、じゃあ お願い。こっから俺がやるんすか。すごい投げっぱなしさあ距離置いてアイレーザー
からのジャン A でハードが触っていって叩き落としてさあジョーキック出てイーフキャンセルからのズル継続ガードはできている頭で返してジャン E ガードガードをさあ打ち上げてスペチ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 さあ落としてここから表裏は見えている。さあ片目継続画面端に押し込んでいるがハートが中央に逃げてアイレーザーの隙にジャン E 差し込んでさあこれはまだ残る。しかし追撃赤いけれども入れてほぼドット。ここからアイレーザーは総裁に抜けてさあ5パン、はい、じゃあ B 筐体始めてください。最後は5パンが強かった。ゲームオーバー。さてじゃあ次は決定戦。ジクミオ、キノヤ、ココノタイ。バンバイエンジェル、ファイト。ココノタイ。じゃあ動画台は今決定戦は KJ さんとあすみさん。え？かな？さあ、いきなりマイク渡されてもわかんないよ。さあもういいや。触ってるのはリリカ側。1、2、3入れてさあ裏に回るようにして受け身を勝っていく。そこからさらに加速ホーミングで1、2、3でこれをハルス入れてダメージ取っていく。さあ地上に降りて空中戦搭載からはリリカ勝ってこのまま殺しきる。1ラウンド取ったのがリリカ側。さあ何ラウンド、やばい俺もこれさあさあ行っちゃってるよ。さあさあ動画。さあここから壊し入れてアカネがコンボ、ワンコンボ。画面端、裏回りはガードしていて、さあ、ガーキャンは、外玉使ってキャンセルでごまかしていく。距離を取って、ここから、花を植える。しかし、いい具合に壊し差し込んで、バーストを使わせている。さあ、しかし、このアカネの2位が強かった。打ち上げて、とりあえず外玉使って、落として締める。ここから、さあ、ジャンビー簡単ヒット。しかし、殺しきれず、外玉貯めて、この後状況有利にしていきたい。スキース巻いてジャンヒット。さあキャンセルからはいはい、ここからちょっとコンボはちょっと怪しくてガーキャンから相打ち。アカネがあと一発が遠いですね。さあはいはいはいと入れて右落下からさあキャンセル総裁からは壊してアカネが取って取り返す。はい、次呼び出しします。ノーセンス君、おしめラップわらうろぶちげんさん。はい、で総裁はお互い距離を取ってしかし空中から触っていく。バースを使わせてアドバイス返して、とりあえずベルテックス、じゃあ2ガード、総裁、ノーセンス君、距離を取って、とりあえず花を回収、効果は俺は分かりません、しかし、ここから固め継続、アドバも関係なく突っ込んでいく、空が花は地上でガード、ことしは目の前で食べるが、さあ、あれは次だった、総裁から攻め継続でバースを使わせて、ここからほぼお互い体力上昇5分、ゲージも5分、さあ、サイド、花を植える、花の上に、赤いのはいているが、そこに突っ込んでいく、リリカ川。しかし、ジャンイが強い、バースト。花はバーストの回復が本当に早い。アドバで返しているが、昇竜。さあ、ここからコンボは、満月落とし。ゲージを吐いて締めていく。ここから、奥攻めは。さあ、これは透かし下段っぽくいったが、リリカが距離を取っている。しかし、カウンターヒット。赤いが、しかし、こぼしてしまっている。固め。中段が入って、これはきっちり打ち上げて。さあコンボこぼしてしまうが、しかし固め継続している。さあ空中戦リリカが強い。23ここから2ディラッカで攻め継続していきたい。さあ茜はここで花を回収。しかし差し込みが強いリリカ、ジャビガードしている総裁。ここはさあカウントが残り少ない。これは耐えれば。さあタイムアップで勝ったのはリリカか。さあ決定戦取ったので勝ったのは KJ さんとコウエンさんのチームですね。